高柳！すいません部長、待たせちゃって。遅いぞ。よし、今日は初日だからな。練習は明日からということにして、歓迎会ということでカラオケボックスにでも行くとするか。いいっすねそれ。小僧ども、お主らの強いのはよう分かった。もうそこらで拳を収めよう。さもなくばわしが直々に相手をせねばならぬが、言っておくが、わしは強いぞ。わしはこれでも17歳じゃ。まあよい、姿形が気になるというなら少しはやりやすくしてやるわい。あっ、待ってました。さて、東道学園3年夏目号新流怪伝夏目マヤ参る。高柳！すいません部長、待たせちゃって。遅いぞ。よし、今日は初日だからな。練習は明日からということにして、歓迎会ということでカラオケボックスにでも行くとするか。いいっすねそれ。